今回ちょっと緊急で動画を回しています。ニュース、報道でもある通りですね、とある美容外科医が逮捕されましたと。皆さん、38歳にもなって、路上でナンパしてるドクターってどう思いますか？そうですよね。気色悪いですよね。で、今週なんですけど、その美容外科医による女子高生誘拐事件が起きました。逮捕された、ドクターなんですけれども、ナンパが趣味でですね、お持ち帰りしたかったということを、供述していらっしゃいます。で、この事件なんですけれども、ちょっと不可解な点が、女子高生は、最初未成年といって、勧誘というかナンパされて断ったらしいんですけれども、その逮捕された美容外科医は未成年とは知らなかったと言われて、相違があるみたいなんですよね。ちょっと不審ですよね。まあ、自己保身なのか、女子高生は、嘘をついているのか。まあ、私はですね、女子高生は嘘をついていないと思います。急性アルコール中毒で病院に搬送されちゃったんですよね。この女子高生の方がね。で、ご家族に電話をされて、その事件が発覚したということになってます。で、この事件を受けて、とある美容外科医が、また別のクリニックなんですけれども、ツイッター上でですね、ハニートラップなんじゃないかと言っているみたいなんです。アホですよね。ハニートラップなわけがないですよね。で、その方もモテなそうだし、この逮捕されたドクターもモテなそうな、面をされていた。美容外科医といっても、全然美容に、興味のなさそうな方だったということになってます。注意してください。ツイッター上にいる美容外科医っていうのはろくでもないという風潮、これ、徐々に明らかになってきています。で、今後こういった美容外科医が平然と復帰してこないことを切に祈りながら、視聴者の皆さんで監視、していきましょう。具体的な医師選びのご相談は下の概要欄のメールフォームからお送りください。